日本の安全保障は、昨今、中国やロシア、北朝鮮の脅威が増しています。海上自衛隊イージス艦に、トマホークを搭載し、反撃能力確保として、動き出しています。今回は、イージスシステム搭載艦の動きを見ていきます。福建空母が動き出す前に、手を打つべき。2022年12月に、日本政府は、2023年度分からの防衛予算案の金額を大幅に増額させることを決定。今も長期化が予期されている、ロシア・ウクライナ戦争に見るついロシア、北朝鮮、中国などへの備えの重要性が具現化された形である。日本の防衛予算は、この2023年度分からの5年間、つまり2027年度分までの累計額が、現時点で43兆円を超過する見込みとなっており、詳細な内容に異論は残しつつも、対 GDP 比率換算では 2% を超えると試算されている。こうした日本の防衛予算案を決定する政治的な根拠となるのが、安全保障関連の3文書の存在であり、国家安全保障戦略を頂点に、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3文書の閣議決定によって、具体的な装備品を定めて調達を行う仕組みである。これまでは、国家防衛戦略は、防衛計画の大綱、防衛力整備計画は、中期、防衛力整備計画と呼称されていた文書だったが、今回より名称も変更され、その意図する内容をストレートに想起させる名称に改められた感も漂う。そんな日本の安全保障関連の3文書の一部の名称変更とその閣議決定だが、今回の内容からは、海上自衛隊の装備品について、予算額の増額を反映した体制の強化が、特に強く感じられたように、個人的には思える。ここでは、2023年度から、大まか20年後までを想定した体制の増強が打ち出されているが、主として、護衛艦54隻、イージスシステム搭載艦2隻、哨戒艦12隻、潜水艦22隻、航空機約170機という数が記述されている。これらを個別に見てみると、最後の2019年の防衛計画の大綱に比して、航空機が約190機から20機ほどの減少、従来存在がなかった哨戒艦の12隻、イージスシステム搭載艦の2隻は、純増という形となっている。残りのイージス艦54隻や潜水艦22隻の体制は現状維持ではあるが、前者の場合は、総数は54隻と、同様でも、中身のイージス艦は、現行の8隻から10隻へと2隻増を盛り込んでおり、戦力面では、プラスだと感じられる。また、潜水艦に関しても、22隻体制は変わらないものの、現在保有する通常動力型潜水艦以外に、対地攻撃能力を高めた VLS、垂直発射艦艦を装備する実証艦の建造が別枠で決定しており、その結果以下で造成が図られる可能性もありそうだ。では、純増となった装備品に目を移せば、哨戒艦とは、現行の護衛艦よりも規模が小さく、目安として、基準排水量が約1920トン、全長が約 95.0 メートル、船幅が約 12.0 メートルほどで、最大速力は約20ノット程度が想定されている。これは、海上保安庁が装備している飛騨型巡視船に程近い規模感であり、ステルス形状を意識した船体に、重武装は 30mm 機関砲1機を想定し、乗組人数は、わずか、30名と小人化を進め、一隻あたりの建造費も、90億円程度と目されている。この関与からは、哨戒艦は、日本の南西諸島方面における海上保安庁の船舶の、
直接のバックアップを志向しているものと思われ、打撃力ではなく常態化する中国側船舶の監視と警備を主任務にすることが最大の目的なのだろう。そして何かとこれまでにも話題を提供してきたのがイージスシステム搭載艦であり、かつて日本の今後のミサイル防衛の柱として秋田県と山口県の2カ所の陸地に配備が計画されていたイージス・アショアの代替に担う存在だ。2020年末にこの陸上配備型であったイージス・アショアの導入の中止を受けて、ヤムムム艦艇としてその代役を担う目的で建造が決定された同艦は、一時は非常に大型な水上戦闘艦として導入される可能性も取り沙汰された。その時には排水量でおよそ2万トン級、全長でおよそ 200.0 メートル、全幅でおよそ 40.0 メートルもの規模となる可能性も示唆され、海上自衛隊の最新鋭のイージス艦であるマヤ型に比しても倍ほどもある排水量だとの情報が囁かれた。ここまでイージスシステム搭載艦が大規模な艦艇となる可能性が浮上した理由としては、陸上配備型のイージス・アショア用にすでに発注済みであったレーダーや発射機等をそのまま転用するためだとする説が有力ではあった。しかしイージスシステム搭載艦が2隻新造されることが決定して、以後自衛隊としてはこれまで敵基地攻撃能力と総称されてきた敵の削減値を攻撃可能な長距離打撃兵器の取得の機運が高まり、それが加味されたものとも考えられた。イージス・アショアは日本がアメリカと共同開発を行っている SM-3 のブロック 2A 等の中距離弾道弾迎撃ミサイルの運用を担う存在だったが、これに加え国産の1人式地対艦誘導弾の能力向上型等の艦載用をも装備すべきとの案が追加されたためだ。その場合にイージスシステム搭載艦が装備する VLS 垂直発射艦の総数は一部の自民党議員からは200セル以上にも及ぶとの言及もなされるなど、既存のマヤ型イージス化が装備する同96セルの倍以上の数値が挙げられた。さすがにここまで重武装でかつ大型の艦艇をイージスシステム搭載艦として建造する案については、各方面の関係者からも疑問視または不安視する声が多数挙げられ、その有用性自体に疑義が呈されることとなった。そうした現実的な指摘が功を奏したものか否かは不明だが、結局イージスシステム搭載艦はこの巨大艦としての構想は撤回され、通常のイージス護衛艦に準じる規模だとアナウンスされ、一旦は沈静化見せる。2023年年度の防衛予算案の中では、イージスシステム搭載艦2隻の機関部や VLS 垂直発射艦の取得用の費用分の金額としておよそ2208億円が計上されているが、少なくとも1隻あたりの総建造費は5000億円以上に達するとの見方が有力だ。計画が中止されたイージス・アショアの場合、2カ所への配備に必要とされていた総額はおよそ6600億円ほどであったため、代替を艦艇で行うと決まった以上、それよりも高額となることは回避しようのない事態であるが、ちなみにマヤ型はおよそ1700億円で建造されている。イージスシステム搭載艦が排水量で2万トンを超過する大型艦になる可能性が報じられた際には、日本の軍事関係者の総評は総じて芳しいものではなかったが、インターネット上等の一般声の中には歓迎する声も少なくなかった。当時のマスメディアの中には、このイージスシステム搭載艦の巨大艦構想をして半ば冷笑的に令和の戦艦ヤマトと表現することも多々見受けられたが、一般の声の中には太平洋戦争時の世界最大の戦艦ヤマトを好意的に解釈する向きも少なかった。
令和の戦艦、雷和という表現は、かつての太平洋戦争時にも、実際の戦争に突入してみれば、どれだけ大口径で強力な火砲を装備していようとも、航空攻撃の前には、無力であった無用の長物としての揶揄が込められたものだろう。そうしたアイロニーすら理解することもなく、ただ、単純に、今の日本が、世界最大級の水上戦闘艦を建造するかもしれないという事実に狂気する様は、太平洋戦争の開戦後にも、大艦巨砲主義を信奉した人々同様の愚かさからは学んでいないように見える。ちなみに、第二次世界大戦後に建造された世界で、最大の水上戦闘艦は、旧ソ連海軍が、1970年代から1990年代にかけて、4隻を建造。今も、ロシア海軍で、2隻が収益を継続中のキーロフ級ミサイル巡洋艦である。旧ソ連、現ロシア海軍では、同艦を、重原子力ミサイル巡洋艦と呼称しているが、最終4番艦のアンドロポフは、基準排水量が 24,610 トン、満載排水量が 24,805 トン、全長が 251.0 メートル、全幅が 28.5 メートルもの規模を誇る。キーロフ級ミサイル巡洋艦は、基本の機関は、原子力推進で、補助にボイラーを装備しているが、当初、西側諸国が、その存在を確認した時点では、補助ボイラー用の煙突の存在から、原子炉で発生させた水蒸気をボイラーで増幅させる形式と誤認していた。このキーロフ級ミサイル巡洋艦は、その巨大な艦隊ゆえに、最終4番艦のアンドロポフでは、防空ミサイル用の VLS、垂直発射艦を2種で20機、胴体艦ミサイル用を8機実装しており、これは、アメリカ海軍にも先駆けた世界初の装備であった。